はみ、い、なさんこんにちはストリームデッキによる超時短の一例ですミディノートがこのように重なっている時特にこういうふうになっているとボーカロイド系のソフトシンセサイダー部位もそうですけれども 音がが重なっていると認識がしませんもしくは次の音符までこう短かったりするとどうしても音符が複雑になって譜面ソフトなんかでやるとここに給付が入ってしまったりしてとっても面倒です。通常これをスタジオワンでやろうとするとこのように選択をしてそして アクションというところを開いて、次はこの長さというのを開きます。そしてここにどのように長さを処理するか、レガートプラスオーバーラップ、こういうのをしないと最後まで進みません。OK をします。こうですね。ではこれをストリームデッキでやるとどうなるでしょうか。 この音符をこのように選択して今手元を見てください。ここに登録したリムーブオーバーラッププラスレガット。こういう風なボタンをマクロで作りました。それの場合はここを押すと動作を見ててください。こんな感じにここでちゃんとこのラインで 分割がされてそして後ろまでつながりますもう一回やりますこういうふうに重なっている時ですねそして選択するとこれを押すだけで一発でこのようにできますこのように重なっている場合これらはこのように 長さというのを選んで、オーバーラップ修正というのを押しますそして OK をするとこのようにきれいに音の長さが順につながっていくようになりますこれを一度戻しましてストリームデッキにこれも登録してありますそれは今手元を見てもらったらこのボタンに割り付けています押します 一発ですよね。こんな便利なことを今いっぱいやっています。村長でした。